はやっぱエビチリから、主人公からいただきたいと思います。さあ、指原莉乃さんも食べたいと言ってくださったというエビチリでございます。ありがたいね。でお母さん、本当は指原さんと写真撮りたかったもんね。いただきます。うん、どう、うまっ、うまいわ。うん、うん、おいしい。うん、絶品です。お姉ちゃんも作ったって。あら、このエビチリを作れたかな、姉ちゃん。だけどしょうがないね。うわ、懐かしい。でもでもお母さんチーズ挟んだの、カニカ作ってたっけ。お弁当入ってたよこれ。あ、うん、めちゃくちゃ懐かしい。よかった。でもそうだね、この量ならタカでも食べきれ。いや、タカでもじゃない、ここの量食えるの俺しかいないんだよ。そっかそっか。そのカニも欲しいよ、きっと。ふるさと納税？違う、ふるさと納税は9月くらいで使い切っちゃった。あ、そう、うん、また今年は今年で。